衆院選で落選した日本維新の会新人で元参院議員の富山仁志氏48が30日 XQ ツイッターを更新東京1区で議席を得られなかった維新の音北春政調会長が内閣の参院選に出馬意欲を示したとの一部報道を受けこんな浅い考えなのは残念と強い言葉で批判した参院からのく買替えで出馬した 音北政調会長は立憲民主党前職の海江田万里以前衆院副議長に敗れ比例復活も叶わなかった。富山氏はデイリースポーツのネット記事を引用。記事ではインターネット番組に出演した音北政調会長が内閣の参院選についてチャンスを与えてもらえるんであればなるべく早く戻れる機会が欲しいというのは本音などと語ったと伝えている。 これに、富山氏は、党三役が、こんな浅い考えなのは残念。三位を辞めて衆院に倶れ出馬するなら、たとえ落選しても腰を据えて続けるべきと、乙北政調会長の姿勢を非難。党幹部が、チャンスのある選挙区を奪っていくやり方では、党に、優秀な人材は生まれないし、安易な出戻りを許せば、組織は衰退するとその理由を示した。これに対し、結果を出せなかった。 現職議員が次の参院選に出馬なんて普通はありえないですね。音北さんが出馬するということは他の誰かの機会を奪ってるということですからね。多くの人の納得が必要ですよね、などと賛同する声が寄せられた。一方で、東京維新は大阪と違って維新だから通る選挙区なんてないですよ。しかも音北さんが出たところは厳しい区、東京一区は 新宿区がある都心で立憲と自民の地盤で維新に、チャンスはありません、そこへ、音喜多氏が出馬しましたとの反論も上がった。直接話せばよいのに、維新って政策とかやってることは好きだけど、なぜか SNS 上で身内同士が好きかって言い合っているのが、大幅に印象を落としているとネット上での投稿であることに疑問を投げかける意見も目立った。 富山市は2007年の参院選で、初当選し、一期務めた。その後、日本未来の党を、維新の党などから衆院選、宮崎一区で出馬を続け、5度目の挑戦となった、今回も立民前職、自民前職に続く3番目の票しか得られず、落選とした。28日には X に、自分の政治への挑戦はここで一旦、終了と正解を退りく投稿をしている。 以下は視聴者からのコメントでこの方は話題になるだろうと計算して発信されているのではないでしょうかこうやって同じ党員からも批判苦言を言われることでマスコミ等が反応しこの方の動向や言動を追うようになります手元に残った政治資金を自分の生活費に充ているそうですが政治家ではなくなり政治活動も今やっていないのに政治時間を 個人の生活費に使えるということも、どこまで緩いんだろうと思います。参議院選挙に立候補できたとしても、結果は今回と変わらないような気がします。国会議員の政治家ってご本人と直接お目にかかるとびっくりするほど迫力があるケースとないケースがあります。まだ音喜多さんが政治ブロガーしていらっしゃる頃に支援者の紹介で、登録し、それから、 緑の時代に直接お目にかかる機会がありました。ブロガーとしては正気味、よく、サクサクと言論を展開していたけど直接お目にかかった時はイメージがかなり違ってて、驚かさせられました。家庭が貧相なのは、仕方ないとしても、目が、キョロキョロとして視線が定まらず、実際の会話もめちゃくちゃ薄っぺらくて、私の得意分野で大きな社会問題の一つになっている。 あるテーマについて思い切って聞いてみると、にわかの付け焼き場のようなコメントで適当にお茶を濁されました。ああ、この方は、高原霊食戦士、人種の人だけど権力欲は旺盛なんだなと強く感じ、それでブログ関係の登録を外させていただいたことを覚えています。